青木美き夫は、日本の政治家。竹下登の秘書を長く務めた後、島根県議会議員を経て、参議院議員、内閣官房長官、沖縄開発庁長官、内閣総理大臣臨時代理、自由民主党参議院幹事長、自由民主党参議院議員会長を歴任した。長男に、青木和彦参議院議員がいる。1934年、 島根県氷川郡大社町の漁師の家に生まれる。実家は網元で、大こそ漁協の組合長だった。漁師の息子だった青木は、稲佐の浜で朝から暗くなるまで勉強もしないで、真っ黒になって遊んだ。島根県立大社高等学校を経て、早稲田大学に入学。遊弁会では、幹事長になった。森吉郎は、青木の擁立工作に奔走し、 その働きが評価され、障害担当の漢字役になった。学生時代に、竹下登の選挙を手伝った縁で、そのまま、地元、島根で、竹下の秘書となり、早稲田大学は中退した。1967年、島根県議会議員に当選した。5期、20年近く県議県秘書として、竹下の地元、城代画廊を務めた。 1983年5月11日、島根県議会副議長に就任した。1986年、竹下の要請を受けて、第14回参院選に立候補、当選した。竹下譲りの気配りと腰の低さをもってして、竹下の黒子として、長田町界隈を奔走。竹下派会長の金丸真が、東京佐川急便事件に絡んで、 議員辞職したことに伴う、竹下派後継会長争いで、竹下系が小渕慶造を、金丸系が羽田勤をして分裂した際、斎藤十郎らと伴いに、小渕支持に奔走。三院竹下派は、金丸系である小沢一郎の三院は、後からついてくるという三院警視発言が瞬時に伝わり、三院竹下派38人中30人を小渕支持で固めた。 1998年、小渕が内閣総理大臣に選出されると、党参院幹事長に就任した。1999年の第二次改造内閣では、野中博文の公認の内閣官房長官として、初入閣した。参議院議員が内閣官房長官に就任するのは、第一次山内閣発足後間もなく、スキャンダルで辞任した山下徳夫の公認として、 環境庁長官から横滑りで就任した森山真由美以来二人目で初入閣での就任では初めて。この頃、竹下が病床に着くようになり、青木が竹下に代わる政界の実力者として注目されるようになる。その後、形成会支配の象徴と言われた TBR ビル第4階の竹下事務所を竹下、青木事務所とし、竹下が座っていた椅子に、 青木が座るようになった。2000年、小渕首相が緊急入院し、意識不明の状態になると、内閣総理大臣臨時代理に就任して、内閣総辞職を決定し、公認の自民党党総裁、首相には森吉郎が選出された。しかし、首相臨時代理への就任から、森内閣成立の過程が不透明として、5人組の一人として批判された。青木が、 首相官邸での記者会見や臨時閣議で首相臨時代理の指定を受けたと発表したことや、衆参両院議長に提出した内閣総辞職通知書について、官職詐称の罪や有引公文書偽造同行資材に当たるとして民主党から告訴されたが、不起訴処分となった。森内閣では、前内閣の閣僚留任という形で内閣官房長官に留任したが、第2次、 森内閣発足で官房長官を退き、党参院幹事長に再度就任した。竹下、小淵ら幹部が不在となり、橋本龍太郎に代替わりした派閥を野中らと支えた。2003年、党総裁選挙では、現職の小泉純一郎を支持。自ら、小泉の推薦人に名を連ねて、参院橋本派をまとめて、同派幹部で、半小泉の野の中と激しく対立した。 党総裁選終了後の党人事で小泉は青木に近いぬかが福士郎を自民党政務調査会長に起用した。2004年第20回参院選では自民党が51議席を獲得できなければ党参院幹事長を辞任すると自ら宣言していたが結果は49議席と敗北。しかし後継執行部人事で党参院議員会長の就任を ベテラン議員に要請したところ、ことごとく辞退される。結局、他に会長になる人がいないということで、小泉の要請を受け入れる形で自らが、当参院議員会長に就任し、選挙の責任を取って、昇格と若手議員から批判を受けた。なお、この年から当参院議員会長の任期が1年から3年に延長された。2004年、 日志連闇献金事件が発覚したが、園席において、日志連幹部が橋本会長に小切手を渡した後に、青木が出席、小切手を渡したことに関し、青木からお礼を述べられたと、日志連幹部が供述したが、青木は法廷で小切手授受の現場に居合わせたことを否定した。東京地検も政治資金規制法違反で捜査していたが、不起訴となった。これについて、 検察審査会は、不起訴は不当であるとする議決を行った。2005年、郵政民営化をめぐる政局では、必ず法案を通すことを条件に、衆議院執行部側に、法案修正や会期延長幅などについて、譲歩させたが、参議院で大量の増判を許し面目を失う。しかしその後、第44回総選挙の結果が出ると参議院、 造反組は総崩れになり、参議院不要論まで飛び出るなど、青木以上に面目を失ったため、青木体制は守られた。造反組への処分では、衆議院議員に対しては、除名や離党勧告を含めた処分で粛清と呼ばれるほどの人事がされた中で、参議院議員の造反組への処分としては、参議院幹部としては、今後の参議院審議の見込みなどから衆議院、 公認候補に反して立候補していないことを理由に、新党に積極的に参加した議員を除き、執行猶予をつけた上での党員資格や党役職の停止という処分にとどめることを提案し、造反組をできるだけ自民党に止めることを考えた。2006年、青木は小泉の退任により、首相に就任した安倍晋三の下でも参議院枠として二つの 閣僚ポストを確保し内閣への影響力を維持した。一方で、小泉改革によって弱体化した地方組織を立て直すために、優勢増反組の復党を安倍に提案。しかし、党内での反対論が紛失。12月に11人が復党したが、内閣支持率の低下につながった。2007年、第21回参院選に向け、かつては同じ派閥であった。 民主党代表の小沢一郎が相次いで打ち出した農家への個別所得保障など地方重視の政策に対し市町村合併によって共に戦う地方議員の減少、地方の自民党離れなどの悪条件を察知した青木は深い危機感を募らせた。そのため安倍総裁に小沢民主党の脅威と地方重視の政策を再三にわたって忠告した。 また参議院で与党が過半数割れになった場合、与党が過半数割れすれば法案は一本も通らず、安倍内閣も自民党も完全に死にたいだ。国民は黙っておらず、衆院を解散して民意を問え、となると述べ、与党が敗北すれば、政権運営の困難化と早期の解散総選挙が避けられない見通しを示した。しかし、安倍は積極的に検討せず、そこに、 年金問題や閣僚の不始末に対する自民党への不信が高まる中、青木は改革を国民に示すべく、安倍内閣の天下り規制などの公務員改革案に乗り、参院宣年の会期延長による審議時間確保や民主党委員長による逆転委員会に対する中間報告による強行採決などの奥の手を通じて公務員改革法を成立させたが、 参院選は自民党の惨敗に終わり、民主党に参院、第一党を奪われた。また参院津島派は参院幹事長の片山虎之助、青木側近の影山俊太郎らが落選、当選者がわずか3名で、町村派に参院、第一派閥を引き渡した。影響力低下が確実となり、青木は党参院議員会長の職を辞任し、 当島根県支部連合会会長職の辞意も表明した。参議院自民党最高顧問を新設し、就任を脱進したが、固辞した。特に、影山の落選は、島根県の衆参全議席を自民党で占めていた一角が崩れたこともあり、滝下王国あるいは、青木王国の崩壊とまで言われた。しかし参議院のドンとして築いてきた、様々な人脈や政治観もあり、 参議院自民党幹部が青木に物事を相談することがしばしばあり、党内で因然たる影響力を持っていた。2010年3月31日の参議院本会議における改正雇用保険法など10件の採決で臨席に座る自民党の若林正都市議員が出席の札を立てたまま議場を離れていた青木の投票ボタンを押した。若林は責任を取って、 議員辞職し、問題となった10件の投票は無効として扱われた。同年7月の第22回参議院議員通常、選挙について、党内からは若返りを理由に選挙時に76歳になる青木に対し公認を与えないよう執行部に求める動きもあったが、党で導入されている定年制は比例代表のみ適用であるのに対し、青木自身は、 同年1月に選挙区からの出馬を表明し、島根県連も了承を経て、自民党執行部は公認候補とした。普段は盤石な地盤に支えられ、他候補の応援に回っていたが、今回は野党となって初めて経験する選挙で、想像を絶する厳しい選挙戦になるとして、地元で多くの車座集会を重ねて選挙戦に備えた。しかし、 5月13日に軽い脳梗塞で入院したことで出馬断念を伝え5月14日に引退を表明。くしくも5月14日は官房長官として支えた小渕恵三が脳梗塞で死去した日と同じであった。後継は自民党島根県連に一任という形をとって後継候補として長男の青木和彦が擁立され当選した。 選挙直前の病状悪化による引退表明、後継候補の県連一人、親族の後継候補要率と、師匠の竹下昇と同じ形を取ることになった。議員引退に伴い、1989年から21年間在任していた自民党島根県連会長も辞し、同年9月に自民党島根県連最高顧問に就任。その後も影響力を保持し続けたが、 2018年自由、民主党総裁選挙で竹下派会長の竹下、渡るに、石破茂の支持を要請して竹下派を分裂選挙に追い込んだり、2019年の第19回統一地方選挙では、自らが推した島根県知事選挙の候補者が、同県議会議員の支持を得られず落選するなど、その影響力には、陰りも見られる。島根県出雲市大社長きつき来た。 ありがとうございます。